プロデビュー10年目に2つ目の G1 タイトルを手にしたその男はグランドスラムを視野に戦い続けています。まあやっぱり G1 の方が価値があると思いますね、自分の中では。そうですね、あと4つでグランドスラムですもんね。まあそこはやっぱり目指したいですね。吉岡利政の素晴らしきかな競輪、佐藤智和は4月1日放送開始です。